こっかな、ここら辺、待って、つかないんだけど。あ、よかった。よいしょ、ついた。あー、来た来た来た。ちょっと待って、マジで。ここら辺だ、どうだ。はい、こんにちは。ね、見て、ツインテールした。こんにちは、こんばんは。じゃ、レイチ、はい。レアちゃん、オス、オス。チピロ覚えてるよ。やっほー。待って、喉が。レイチ、やっほー、やっほー。あ、モアだ、モア、モア。あ、来たろ。あ、レアがつけたやつね。こんにちは。久々の配信ですよ。なんかさ、なんか大丈夫かな。まあ、いっか。はい。ちょっと待ってね。ちょっと待って。オッケーかな。見て、連れてきた。こんばんは、レイヤちゃん。こんばんは。覚えててくれてありがとう。いいえ。ユウスケさん、初見です。こんにちは。待って、かわいい、それ。え、どれ？ノブさんって覚えてる、覚えてるよ。いつも最初のコメントそうだよね。ありがとう。名前はね、ポンピーさん。オールドルキーさん、クモさん一つありがとうございます。初見です。ヤドンさん、ありがとうございます。これからもぜひぜひ、レイヤルームに来てください。前回の関西グルアクでしか話せんかったから、次はたくさん話せるといいな。ソルトリンさん、ありがとうございます。トール覚えてるよ。こんにちは。どうもどうも。よかった、覚えてくれて。チピロ覚えてるよ。ありがとう。レイチの声やっぱり好き。本当に？ありがとう、嬉しい。すぐるさん、タコ10個と、なにこれ、 8？ テントウムシの犬？ありがとうございます。ねえ、ねちょっと今日ね、ツインテール、髪伸びたからツインテールをしました。巻いてツインテールだよ。どう？似合っとる？似合ってる？なんかさ、なんだろうな。ちょっと待ってね。少々お待ちを。ちょっと待ってね。窓を。なんかショールーム終わる頃には真っ暗になってるかなと思って窓閉めた。虫入ってきたら嫌だから。似合ってる、ありがとう。ポンピーさんも初見じゃないですね。似合いすぎ、本当に。なんかさ、リアンさ初期の、さ初期最初の頃、アゲアゲの最初のお披露目の時、ついてる髪がさ、ま、全然超短すぎて、巻いてもこれぐらいだったの覚えてる？見事に髪の毛は伸びました。かわいいよ、ありがとう。覚えてるよ、そろそろ覚えてるよ。ソルメくん、こんにちは。こんばん、こんにちは、こんばんは。すっごい、なんか光がね。大丈夫かな。レアさん、こんにちは。竹、なんて言うの？竹、読み方教えてください。何しても可愛いぞ、ありがとう。レイヤーは、ついめっちゃ、レイヤーの、レイヤーついめっちゃ好きすぎる。本当に？ちょっと、あー、ほのかのツイートが好きなんよね、レア。達也さん、なんだっけ、タコ10個ありがとうございます。して、ちょっとギフトのところ見てみよう。モゼアさん、アイスたくさんありがとうございます。レアが窓開けてる間に投げてて、びっくりだ。そしてカウントもしてる。ありがとうございます。シナモンみたい。マームいるじゃん、マーム。どうも。シナモン本当に？タケちゃんって呼んでください。はい、了解です、タケちゃん。タケちゃんね。オッケー。レイチのツイートいつも返信してる。ステリオレアね、ツイートの返信は全部見てます。見てないように見えて見てます。レイチ、服装かわいい。これ、普段あんまり着ない感じで、ちょっと着ます。着て、うん。普段あんまり着ない感じで、やってきました。そう、ちょっとツインテールも普段しないし、
こんな、こういう感じの服もあんまり着ないから、ちょっとショールームでたまにやってみようかなと思ってやってきました。名古屋に向かってるな。そうなの？何しに行くの？いいな。ハートいっぱい、島澤さんありがとうございます。秋田のレイチ77 しゅんちゃんからの始まりました。77ですね。質問コーナーに行ってもよろしいですか？そろそろいいですかね、質問コーナーに行っても。勉強中？もどちまだ、もどちとあと達也さんと誰だろう、いっぱいなんか何50カウントしてくれてる、ありがとう。質問コーナーに行ってもいいですか？どうぞどうぞどうぞ、いいと思う。はーい、では行きます。レジのクッション家に届いて、本当にリアそこにミータンとナナミンとミータンとあやちゃんいますよ。綺麗に並べました。テスト勉強する気ゼロ。あ、そうなん。ノリがいいっすね。ではショールームの質問コーナーに行きたいと思います。もうがっつりいっちゃうよ。バッとタピオカのおすすめ店、みさきちゃんから、みさきから。タピオカのおすすめ店はやっぱり表参道原宿店のゴンチャ、ゴンチャと、あ、スペイン坂にもゴンチャありますね。ゴンチャと、あとね、あそこ好きだった、あのなんだっけ、109の上、一番上かな確か、一番上だっけな、109の上のタピオカ屋さんが、あそこすごい、ミルクティーもタピオカもどっちも甘くて美味しいです。で次、あ、構成番長からの質問。構成番長来てますか？ねえ、いるかな今。あやなんとか30分しか来れないって言ってたんだけど、質問始めちゃっていいかな、大丈夫かな。ちょっとでは行きたいと思います。握手会に着る服決めた？まだ決まってない。そして次、一押しの卒業で今後のラスアイに行こうかものすごく悩んでます。どうしたらいいでしょう。稲子さん、一押しはワンチャンですね。かっこ釣ってくれるのかなって。構成番長いる？ちょっとねえねえ、いる？構成番長、ちょっとちょっとちょっと、え、ちょっと待って、みんないるか探してよ。どこにいる？来てる？後から来るのかな。あ、しゅんちゃんがいる。いるかな、大丈夫なのこれ、コメント始めちゃって。ちょっと姿を表してから行きたいと思います。あやなんもいるかな。あやなんいますか？30分しか来れないんだよね確か。30分間しか最初の来れないっつって、結構なんか貴重なさ質問来てたんだけど、今読んじゃって大丈夫かね。初見です、わらわらわら。ノースさん違いますね。ノースノース、サムサム大好き、琴音ちゃんありがとう。中間テストまで1週間切ったら応援して、ちびろ頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっとあやちゃん、あやちゃんじゃねえあやなんもいないみたいで、次ちょっと来たら読みたいと思います。今読んじゃったらかわいそうだから。ではすぐるさん、2位にいるね、すぐるさん。ねやちゃん、おっす、すぐるです。質問です。北海道行ったことないんですが、おすすめな場所、かっこ観光とかね、そういう場所ね、はありますか？欠席率高め、わらわら、それな。おすすめな場所は白い恋人パークですね。私もなんだっけ、ラストアイドルやる前のアイドルのところで、ちょっとキャップが目立ちますね。
アイドルのところでバスツアーやったことあるんだけど、それで、なんだっけ、あれ、そう、白い恋人パークに行って、結構ね、パームクーヘンの工場とか見れたりとかするので、おすすめです、すぐるさん。そして、北海道じゃなかったらどこに住みたいですか？私は、歴物好きだから京都か、あとは、はしゃぐの好きだから沖縄に、どっちかに住みたいです。でもね、北海道から沖縄って考えたらちょっと大移動すぎるよね。って感じです。オールドルーキーさん、いきまーす。いいですか？なんか欠席率高めだね、本当に。大丈夫ですかね、行っちゃって。いいですか？ちょっと行きますよ。もうパッと行っちゃいますよ。あ、オイルドルキーさん来た、こんにちは。ではでは行きます。やばよ、聞いててね。グループ握手会で2回握手したんですが、うまく話せません。モバメやってますって言いたいんですが、モバメって噛みそうです。なんかいい方法教えてください。5月20コアク行きます。コアク、まずありがとうございます。イエーイ。してグループ握手会で2回握手したんですが、うまく話せません。モバメやってますって言いたいんですが、モバメやってますって、モバメを見てるってことかな？オールドルキーさん。オールドルキーさん。モバメ撮ってくれてるかな。あ、撮ってくれてるってことね。モバメモバイルメール撮ってるよって言ってくれればわかるか。モバメって略したら、そう、あのね、握手会の場所でもざわざわしてるから、モバイルメールって言ったら、なんとかメールって言ったらモバメってわかるから、そう、モバイルメールって言ってください。あとはもうレイヤー怖く話せなかったら困るって、不安だねって思ってるでしょ、きっと。レイヤーがもうね、もうなんて言ったの、わーって話しかけるから、もう苦笑いでもいいんで答えてください。お願いします。そしてあれ、なんだっけ、もみやまあやな、あ、来た来た来た、今日20歳になってお誕生日おめでとう、あやなお姉ちゃん。ちょっとあやなね、ちょっといるか分かんなかったから、まだね、なんだっけ、質問コーナーであやなのやつ飛ばしてたの、今来たら読もうと思って、でも来てるから読むね。レイヤさんこんにちは。なんでレイヤさんなのかな。私は今超真面目すぎない？あ、待って、ティアンが8時からショールームをするっぽいです。ぜひぜひ行ってあげてください。あれどこやんだっけ、今ちょっと待ってね、どこまで読んだっけ、今メモに書いたら分かんなくなっちゃう。あ、あったあったあった。皆さんこんにちは。私は今就活生です。この就活うまくいくか心配です。就職しちゃったらアイドルの現場行けるのが平日になっちゃいます。辛いです。どうしたらいいですか？真面目すぎる質問してしもうた。でもこれ事実なのよ。てんてんてん。みんなにもっとなかなか会えなくなるとか、嫌すぎるねんけど。かな？あやなー。でも大変だね、これ、結構。就職しちゃったらアイドルの現場行けるが、平日になっちゃいます。行けるのが、かな？平日になっちゃいます。辛いです。どうしたらいいですか？でも、どうしたらいいんだろうね。どうしたらいいんだろう。サムサムの未来に関わる。いや、ほんとだよ。あやなぁ。あやなぁいなくなってちょっと寂しいけど、あやなんのこと考えたら、就職をした方がいいんじゃないかなとは思っちゃうよね。だってラストアイドルね、もちろん会えなくなるのは寂しいけど、生活とかのこと考えたら就職した方が、あやなんの未来がいいんじゃないかなと思います。すっごい、なんかすごいね、こんなのレイヤにね、あのあれなの、相談していいことなのかわかんないけど、そう思います。レイヤは
頑張ります。でも来れるときはもう全然来てください、待ってます。ありがとう。でもアイドルが生きがいだから就職したいもみんなに会いたいのよ、会いたいのよね。もう全然会いに来て、もう就職して時間があるときイベントとかで、ね、私たちも頑張るので会いに来てください。なんか落ちた、あ、マヨットのチェキが落ちた、あれなんでだろう。ではお願いします。あやな、してお誕生日おめでとう。では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 次の質問に行きたいと思います。あれ、オールドルーキーさんの質問はやったでしょ。してヒロさんからの質問です。初リップです。初でこんなこと言うのはおかしいと思いますが、愛とは何ですか。何ですかこの質問は。何ですかこの質問は。ちょっといますか、ほのぴー応援さん、ひろほのぴー応援さん。あれいるかな、いないかな、わかんないよ。愛とは何ですかって来たの。どういうこと、もう2期生の歌にハマっちゃったということですかね。愛しか武器がないだっけ、もうあれは好きだな。レアも愛とは何ですかってわかんないよそれは。でも決してマイナスなことではないと思います。マイナスなことじゃないと思います。ちょっと私にはよくわかりません、ごめんなさい。すっごい質問来たな、びっくりだ。そして次もヒロシンフォニーさん、ヒロヒロできたね。シンフォニーさん、ビバルポップの余韻が抜けないんだけどどうしたらいいかな。もうそれはでもマイナスなことじゃないよね、これも。これもマイナスなことではないと思います。ビバラポップ、もう好きな時に電車の流れもリズムに乗ってねいればいいと思います。なんて答えればいいのかわかんないのばっかり来るんだもん。レチにむずい質問は無理。ちょっとなんだって、ちょっとまあ、すごい沈黙続きました。すいません。でもまあ、余韻が抜けない人、もう、次のライブまでそれをね、抜かさないで、次のライブももっとさらに、残ってる部分を使い切るんじゃないよ、間違った。残ってる部分をさらに、重ねるように、次のイベントとかまで、残しといてください。ごめんなさい、なんか変なこと言って。あ、もみやまやな、バイト行ってくるね、いろいろありがとう。いや、またぜひぜひコメントしてきて、もうショールーム来れなくてもコメントしていいんで。お願いします。そして次、科学忍者隊さん。私の高校は男子校です。なので女子と話す機会がありません。また女子の友達が一人もいません。どうしたらいいでしょうか。ちょっとこれまた難しい質問が来ましたよ。これ3連発4連発5連発わかんないけど、いっぱい質問が来ちゃった。ツイッターは就職してもする、星バカバカないバカない、星イコールバカのイメージが強すぎて、ちょっとすいません。いいんだよね、女子の友達一人もいません、どうしたらいいでしょうか。でもね、女子の友達が一人もいませんって言ってるのにレアなやつにコメントしてくるあたり超好き。超好き。そういうあたりが好きだわ。うん。ありがとう。女子の友達が一人いません。どうしたらいいでしょうか。でもね、もう高校生卒業したら多分ね、絶対ありえ、あのさ、会社とかでは絶対、そういうお仕事とか始まったら、絶対女の子がね、いるところは絶対あるから、どうしたらいいんだろうね。もうとりあえずもうちょっと科学忍者隊さん、ちょっとイベントに顔出してよ。顔出してよ、ちょっと。お願いします。待って、レイヤ待ってるからマジで。
いつでもいいんで、本当に。いつか来てください。で、よくツイッターにコメントしてた科学忍者隊ですって言ってくれれば、すごい私嬉しいです。お願いします。面白そう、すごい。一人もいません、どうしたらいい。もう、レイヤーとおしゃべりたくさんしましょう。お願いします。そして次、メイポンからの質問です。この丸一、この夏はどこか行きたいところとか何かやりたいことはありますか？この夏は、ね、まず水遊びしたいでしょ。ちょっとごめんなさい、なんか変なこと言ったらすいません。この夏はどこか行きたいところ、とりあえずね、あれだよ、私は夏の外でやるさあ、そういうアイドルイベントとかたくさん出れたらいいなって思って、それがすごい楽しみ。すっごい二人おかしくなった今。です。そうだね、そういうフェス系イベントに出てみたいです。火遊びはそんなバカみたいなことやないな、ちょっと。して次に、レイチは東北に来たことありますか？いつか福島に来てください。待って。宮城県って東北だよね。多分そうだよね。宮城県、仙台、イベントで仙台に行ったことあります。です。次、福島に来てください。いつかね、もう全国回れる人間になれたらいいなと思います。次、ゆうやからの質問。アイドルの恋愛禁止をどう思いますか？俺は恋愛してもいいと思うんですが。すっげえ、なんか今回さ、何この難しい質問来るの。みんなで裏で合わせたの。宮城は東北、そう、俺は東北行ったことあります。じゃあ行ったことある。アイドルの恋愛禁止をどう思いますか？俺は恋愛してもいいと思うんですが、てんてんてんもある。ちょっと待って、すごい。ね、なに、ゆうやいるさ、ちょっとさっき俺ちょっと難しい質問したかもみたいなこと言ってたでしょ。同じく俺も恋愛してもいいと思う。ほんとに？わかんない。じゃあごめんなさい、謝んなくていいよ。全然謝んなくていいよ。こういうたまには面白い質問もね。見てる側からしたら必要だと思うので。あやな、あとはるこさん質問できなかった。今からでもいいよ、しても。全然。見るんで。どうぞ。でも、俺は恋愛してもいいと思うんですが。どうなんだろうな、わかんない。でもさ、ファンからしたら、そのさ、もしね、恋愛しててもいいけど、そういうさ、なんだろうな、ツーショットとかそういうのは載せるのとかやめてほしいよね、そういうのとかあったら。ファンからしたら、なんか辛い気持ちになるかもしれないよね。って思います。だから、恋愛してもいいけど、そういうネットとか外見誰でも見えるようなところにツーショットとかそういうのはあげれなければいいんじゃないかなって思います。でも、今の現状、恋愛は禁止なので、皆さん、アイドルは皆さん、しないでほしいですね。ちょっと待って。ベルイマンの夏の遊び見てみて。もずち、服じゃない、間違った。本好きだもんね。オッケー、ちょっと、コメント。スクショしとこう。そういうの気になる。ちょっとなんか本とかさ、おすすめのやつだったらみんな教えてるよ。本好きだから。あれ？あった。おしゃれ撮りたいと思いまーす。コメントは写真撮りました。じゃあ次！マームちゃん。答えてくれてありがとうございます。いや、なんかすごい変な答え方でごめんなさい。私、レイチのことめちゃくちゃ大好きなんですけど、信じられないくらい運がないというか、引きが弱いんです。
どうやったら猪子運が上がりますか。運がなくなったってこれからもずっと大好きなことに変わりないけど、ありがとう。え、どうしたら猪子運が上がる。わかんない、ちょっと、いろんな意味で難しい質問。どうやったら猪子運が上がりますか。え、もうひたすらショールームとか来て、もうぜひぜひショールームとか来て、ツイッターもたくさん、もう全然一つのツイートに、一ツイートにもう5個も6個も何個も何個もコメントも入れていいし、本当にみんなもそうだけど。あと、もうそうしてください。そしたら、猪子運が上がると思います。私も、本当に会いたいよね。やっぱりこうやって、さ、ショールームとか毎日毎日来てくれてて、でも遠くて会えない方とか、会いたいんで、いつかイベントでそちらの方に、近くに行った時は、ぜひ来てください。カモンベイベー。じゃあ次、モア、どうしたら頭良くなれますか。かっこ自分で考える。わらわら。どうしたら頭良くなれますか。わかんない。リーは頭良くないから。リーは頭良くないんだな。もうね、これは勉強するしかないですね。勉強するしかないですよ。でもね、もう握手会とか来てください。全然頭良くなる関係なしに、とにかくみんなとおしゃべりしたいのでお願いします。次、 MKT1121 学校の授業を集中できないときどうしたらいいですか。え、学校の授業集中できないときどうしたらいいですか。すごい質問来た。ちょっとね、聞いて。で、今日社会のノートの提出があって、ちゃんと書いてるかなと思って見たの。そしたら昨日の授業すっごいちゃんと起きてたんだけど、目開けたまんま寝、意識飛んでたのかな、わかんないんだけど、超つなぎ字で、途中から文章終わって、また変なとこから書き始めてたの。で、なんか、起きろとか書いてるの、それやが自分で。やばと思って、すごいちょっと最悪なことしちゃったなって思っちゃいました。授業集中できないときどうしたらいいですか、うん、完全に寝てるね。それなもう完全に寝てるよ。だってね、ね、ちゃんと起きてたの。本当に起きてたんだって。なのに今日提出する社会のノートをもう一回確認したら、一番最後のページ、おそらく昨日の授業がもうほとんど意識とでも寝ちゃってる状態だったのね、きっと。でもね、目ちゃんと頑張って開けてた覚えがあるのね。字を見たら、つなぎ字読めない。もう、小学1年生の男の子の字みたいな。マジで読めない。全部ひらがな。して、途中で文章終わってて、後からまた文章始まってて、全部つなぎ字で起きる。なんか斜め横に、起きろとか、まんじゅうとか書いたりとかしてて、レアが。あれ、そんなこと書いてたんだと思って、ちょっと自分のノート見て笑いました。って感じです。だから学校の授業集中できないときどうしたらいいですか。もうね、その授業集中できない眠いときとかは厚着してて、ブレザーとかそういうの厚着してて、あったかいときとかね、ちょうどいい温度のときにすごい眠くなるから、もう厚く、あったかいっていうかちょうどいい温度でもブレザーとか脱いでワイシャツまくったりとかして、体温調節をちょっと寒くしたりとかしたら目が覚めるし、あと友達に目の前で思いっきり手叩いてもらうとか。です。前の人の後頭部に弁当箱投げる。しゅんちゃん、そんなひどいことしたらダメだよ。そんな感じです。して。どこだ?ねえ、構成番長やっぱ来てないよね。構成番長はいますか?ありがとうございます。いいえ。集中力は15分くらいらしい。あら。
りさこさんからの質問、靴はどこのブランドが好き？え、靴？今ね、あの、なんだっけ、陸上競技大会が近くて、なんだっけな、あの、あれ、あ、そう、体育の授業が多いから、なんだっけ、ニューバランスのスニーカーを履いて、よく学校に行ってます。おしゃれで可愛くて歩きやすいのがバンズわかんない。バンズだっけ？で、ナイキは結構、ぐにょっ。ってなってるから歩きやすい。バンズだっけ？そう、それがおしゃれで可愛くて歩きやすい服。服じゃなく靴。何言ってんだ？アディダスは、アディダスもすっごいいい靴だよね。アディダス、うちの家族アディダス大好きで、弟とかジャージとかね、そうアディダスよく着てます。もうさっきレイチが質問答えてくれたのに携帯の電源落ちて最悪だったら、もう一回答えるよ。いいよ、全然気にしないで、全然バリバリ答えます。どうしたら頭良くなりますか？勉強しましょう。もう勉強しても、これはもうひたすら勉強するしかないですね。しかも自分で考えろってカッコに書いてるし。なんじゃい。もう勉強するしかないんだよ。頭良くなる、もう勝手にね、天才になるなんてね、ありえないからさ。靴はどこのブランドが好きの質問はもうそんな感じです。おっと、戻り出したの。え、本当に？レアの顔見えてる？大丈夫かな？ちょっと、コメントがこっちに来てたらと思うので、他にも確認をしよう。いっぱい飛ばしてたかも、まだ。あ、あった。下村さんからの質問です。いい？いくよ。破天荒さんこんばんは。なんじゃい破天荒さんって、ほら、もう。破天荒さんこんばんは。イノコについての動画を撮るとしたらどんな内容がいいですね。僕の悩みは、イノコの魅力に気づいてもらえないことですね。スレンジャーズさんは桃の推しになって、推しなので、僕がもっとレイヤーの魅力に気づいてもらえるよう頑張ります。魅力に気づいてもらえ、ええスレンジャーズさん、桃の推しなんだ。でも桃なんか可愛いからね。え、下沢さんとスレンジャーズさんが、なんだっけ、つながりあるのが、レイヤーは正直びっくりした。え、動画を撮るとしてどんな、え、ちょっとレイヤのアゲアゲの最初の、え、すっごいさ、なんかバカみたいなこと言うんだけど、レイヤの最初のさ、一番最初のお披露目テレビの時のアゲアンドアゲインの踊り方、マジで挙動不審だっけっていうんだっけ、キーッとそばで手何やってんのか分かんないし、超苦笑いだし、カメラ目線外してどこ見てるか分かんないし、何やってんだって思ったんだよね、自分でもあの後見てから。それちょっと真似してもらいたい。それ真似してほしい。見てみたい、ちょっと。そんな感じです。下村さん、お願いします。あれ、一番可愛かった。やめてよ。やだ。あとさ、アゲアゲのミュージックビデオのさ、誰か、なんかラストアイドルかなんかで検索したのか、エゴサしたのかわかんないんだけど、モズチーかな確か。レアのさ、アゲアゲのミュージックビデオでさ、サビのところ回りすぎてるやつ。すごい面白かった。あのね、あ、ここ、この後。わかんないかな、この後の回るときに
周りのメンバーよりレア一つ多く回ってたのかな、確か。それ、ちょっと、モズヤさんかな、モズチーのツイート書かないけど、それで気づいて、ちょっとすごい笑いました、一人で。ぜひ注目して、もう一回見てみてください。そして、シマちゃん、かっこ島田太郎さん。レイヤチの自己紹介してください。よろしくお願いします。シマちゃん今いますかね。一人だけ勢いよく回ってるって、そう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 。それそれ。やばくない？あれ、マジでさ、全部。なんかさ、すべて爆走？爆走してない全部。びっくりしたんだけど、あれ。え、一人だけなんでこんな回ってんのって思った？シマちゃんさんはいますかね。レイヤチの自己紹介してください。よろしくお願いします。はい。中学3年生の、何歳だっけ、マレア ?14 歳だと思う、多分。中学3年生の、多分14歳のイヌコレアです。え、なんだろうな。桃が大好きです。いちごと桃が大好きです。あとは、破天荒って呼ばれてます。あ、よく爆走します。お願いします。ちょっとこれ難しいな。改めて考えてちょっと、もう一回いつかやれたらいいな。うん。ちょっと待ってね。なんかさ、さっきチピロがさ、私の質問読んだのかなんだかわかんなかって聞いたよね。どこだろう。あった。質問。レイチがぶつけたー。年齢曖昧って、わらわら。すいません。10歳じゃなかったっけ?え、違う、10歳ではない。多分14歳。え、ちょっとわかる。多分14歳です。14歳。絶対14歳。これにかける。では。後から来た質問たちをたっぷり読みたいと思います。質問、レイチからスタイドルを知ったきっかけと、受けようと思ったきっかけは、めっちゃ個人的な質問だけど、私何歳だと思ってる？え、今何歳？ちひろ。小学生かな？違ったっけ？レイチがラストアイドルを知ったきっかけ！まずね、ラストアイドルは、オーディション受ける前にパパとママがね、レアが多分もう寝てたのかな？わかんないけど、深夜にパパとママが番組を見てて、たまたま。それで、あとは、事務所の人とかに教えてもらったりとかもして受けたかな。で、受けようと思ったきっかけはストリート生、そのアイドル、ラストアイドルやる前のアイドル終わってから2、3ヶ月間ね、多分普通の女の子やってたんだけど、その時にアイドルないってすごいなんか変な感じしてたわけね。なんか寂しいっていうか、なんて言ったら変な感じ、もうその時じゃないと分かんない気持ちがあったわけ。それでラストアイドル受けてみました。すいません、なんかパーッと終わっちゃって、すいません。そして、あとどこだ？ホルンさん？今頃だけど質問っていうか相談です。今すごい微妙な長さの前髪なんですが、レイチが可愛すぎて切ろうか伸ばそうか悩んでます。どっちがおすすめですか？ねえ、前髪伸ばしてオソロにしようよ。オソロにしようよ。どっちがおすすめですか？もう前髪伸ばしちゃいましょう、一緒に。一緒に伸ばしていきましょう。そして次、みさき！追加で質問。日曜試合なのですが、雨予報があります。延期したらテストに被るの避けてほしいです。レアさんのパワーでなんとかなりますかね？もう、どこに住んでんだろう。なんかみさきが住んでるところ予想して、カメハメハでもしときます。あと誰だ？僕の質問どこ？ってしゅんちゃんが来てたの。しゅんちゃん質問したかな？ちょっと待ち。で、動かないんだけど。あれ？しゅんちゃん後から質問した？どこだ？ちょっと
ちょっと待って。ハメハメハ、何歳だと思う？え、わかんない。秋太郎何歳なの？教えて教えて。逆に知りたい。めっちゃ興味津々でごめんなさい。あった。レイチスチスチよりパワーのあるワードって他になんかないですかね？レイチスチスチってさ、なんかすっごい、なんつったらいいんだろうな。シャンちゃんのイメージが強いから、レイチスチスチって意外とレイ好きだけどね。最初から知ってた？あ、ほん、うん、あった、ごめんね。ごめんね。ごめんなさい。3、4時間前にノートに書き始めてから、その後にしてたら、多分、ノートに書いてなかったから。ごめんなさい。ちょっと見てみます。レイチスチスチ、あ、声変になっちゃった。パワーのあるワードって他にないんですかね。シュンちゃん、あれカマキリとかと仲いいじゃん。なんかカマキリたちと考えてさ、レアに教えてよ。いろいろなんか考えたんだけど、どれがいいみたいなやつ。一番そういう系好きだから。お願いしまーす。ほら、レイチ見るとワクワクすっぞ。何だっけ？カメハメハの人だよね。です。レイチ、今日も元気で楽しい配信、楽しみにしてます。質問はこれからサムサムメンバー6人だけでやってみたいこととかありますか？お仕事でも遊びでもどちらでも。サムサムメンバー6人だけでやってみたいことは、6人だけでやってみたいことってなんだろう。お泊り会してみたいね。お泊り会と、あと、なんか遊園地とかどっか行ってみたいです。そんな感じかな。だからサムサムは、地方とかにね、ライブとかそういうことしたことないから、どっか東京、今東京中心に活動とかしてるけど、東京じゃなくて他のとこにもサムサムだけで、ぴょんぴょんぴょんって行きたいなと思いました。で、翔ちゃんからの質問が来てます。次。13歳中2です。え、サック、そうなの？え、そうなの？翔ちゃん、久々に質問しちゃうよ。今回はたくさん質問するね。おー、待ってたぞ。何歳で結婚してみたいですか？え、わかんない。それはその状態で、その状況によるよね。アイドルやってたらしないし、わかんない。うん、何歳で結婚して、わかんないな、本当に。将来資格を取るとしたらどんな資格を取ってみたい？保育士の資格だっけ？取ってみたい。タイムマシーンがあったら、未来の自分を知りたい。未来の自分と今住んでるところがどうなってるのかとか知りたい。したら早めに引っ越したりとかできるでしょ？そういうの気になる。カラオケの18番は？え、翔ちゃんいる？翔ちゃん。翔ちゃん、ちょっと18番ってどういうことですか？お箱？お箱って何？あ、ああ、一番得意なやつ？それって、そういう、へえ。え、これ何？現代語訳？違う、ちょっと待って、違う。ごめんなさい。よく歌う曲、裏返った。よく歌う曲。最近恋トラよく歌ってるよね。カラオケ行ったら。まず一番最初に恋トラ歌う。そしてその後、ワンオクさんとか歌うね。え、もう。ミワさんとか歌います。え、でも恋トラ、コイトラですよ。もう持ち曲なんで。コイトラですよ。歌舞伎からお箱は来てます。あ、そうなんだ。初耳学です。覚えとこう。レイチの癖教えて！レイチの癖。授業中暇になったらまず三つ編みしだす。あとなんだろう。癖でしょ、癖。
え、癖ってなんだろう。おにぎり食べるときは、塗りを外して食べる。あとは、癖ってなんだろう。あ、こういうの癖なの、こういうの。こういうの癖、顔潰すっていう癖。顔潰す癖があります。授業中寝ます。それはもう癖でも何でもないわね。癖が強いんじゃ。例を略して例って書きがち。あ、それはある。例って書く。例って書くね。うん。あと癖ってなんだろう。癖は自分ではわからないよね。それな。あ、それなも癖なんだな。早速タピオカ買ったよ。早いわ。あー、タピオカいいな。飲みたい。北海道そんなないんだよ、お店が。こんな感じでございました。ぶつけた。レイ、変なとこをチラ見する。あー、それはある。動画の終わりとかにさ、ちょっとよく斜めとか見ちゃうんだよね。よくつぶやかれる、それ。そう、変なとこチラ見しちゃうんです、私。こうやって。こうやってちゃんと正面見て話してるのに、急にこうやって見ちゃったりとか。でも見てるとしても誰もいないんだよね。よく誰かいるのっていう風に思われちゃうけど、誰もいないんですね。ちょっと弟の声が聞こえますね。あー、うるさいぞ。目がキョロキョロしやすい。そうなんだよ。そうなんだよ。ぶっつけまくることも癖。そうなんだよね。見て、ここのね、あざできちゃったの。階段から落ちた時の。もうだいぶ治ってきたよ。やばいよね。気持ち悪いぐらいでかいあざができます。最初ここら辺まであって、色薄くなってきたって感じ。もう和役茶ですよ。え、大丈夫？全然大丈夫。あのね、あのさ、竹下通りのさ、あの、サンキューマートのさ、入る階段があるの。下に入る階段。そこで、急に雨降り出して、で、ニューバランスのスニーカー入ったわけね。で、階段と靴の裏の水が、なんか、滑って、階段から落ちちゃったの。めっちゃ笑ったけどね。それで、階段から落ちて、なんか、こんな感じになりました。若いからすぐ治るんだね。そうだよ。でもね、正直ね、スニーカーで良かったなって思った。ヒール履いててさ、さらに滑ったらさ、足首なんかどうかしちゃったかもしれないじゃん。また椅子ダンスとかになっちゃうかもしれないじゃん。だから、スニーカーで良かったなって思った。ノーバランスやん。もうすぐうまい。めっちゃ見られたでしょ。見られてない。横にいたお友達にしか見られなかった。骨折しないでね。しない。さすがにそれはやばい。ここのあざだけで済みました。けどね、サムサムの衣装とかさ、アゲアゲのもうコイトラも、どっちも、何だっけ、長袖だから、よかったなって思った。目立つの嫌じゃん、そういうのって。だから、よかったなって思ったし、もうだいぶもう潰れてもね、ぶつけても。同じところぶつけても痛くなくなっちゃったから。色だけです、今は。届いたななみちゃんの抱き心地どうだった？ちょっと待ってね。あとね、見て。上は、なんか、帽子がたくさんあります。こんな感じ。帽子が上にたくさん飾りました。そして、あと9分しかないから、パッとななみ出しちゃうね。よいしょ。ナナです。私ナナミ。こちらナナでございます。もうナナ大好きすぎるんですよ。おしゃれ。クッション出てきたよ。そこにミーターンあやちゃんって言いますね。もうナナが大好きすぎて、ちょっとね。そう、いつでも家に行ってもね、いつでも一緒なんで、ナナ一緒なんで。ナナが大好きすぎます、私は。なっちゃんのほのぴー
なっちゃんのほのぴー大好きっていうその波、それぐらいもう奈々のこと大好きですね。そんな感じです。あとね、これも、これね、これも奈々とおそろなの。最近レイヤがプレゼントであげたんだ。これを、こちら奈々とおそろです。あゆみちゃんはあやちゃんと、あやちゃんと寝るって言ってたね。ねえ、あやちゃんと寝るって言ってたよね。小がやことレイヤとななみとしりちゃんのクッション取った。おー、すごいじゃん。レイチュー、レイチューじゃん。ななみん好きすぎじゃん。もう好きすぎますよ、ほんとに。ななみん、ななレイ配信でございます。なんで衣装着てるんだよってな。これか、絵のやつは。絵のやつ？レイチー、し、こ、こ、私、高校1年生だよ。チピロそうなの？年上、年上だったか。同い年の感覚でした。ごめんなさい。ななみん、切磋琢磨デビュー。ね、これ切磋琢磨だからさ、ななみんのやつ名前考えよ、みんなね。切磋琢磨じゃなくて、ちょっとなんかでも四字熟語みたいな感じのもの、ちょっと名前考えてあげよう。切磋琢磨さんみたいな感じで。破天荒のクッション届きました。本当に？レイ自分のクッションゲットしてないんだよね。あやちゃんと交換したから。多分後ろのやつ。レイって呼んで。レイ興味津々。めりゅがガリューガリューてちょっと待って、わかんない。よ4面四面、あ、わかんない。一期一会。眉、ねえ、ダイダラとかやさ、弥生、ハニワさんとか。みんな。ねえ、振り仮名つけて送ってよ。漢字苦手なの分かってて送ってるでしょ。焼肉定食やめてください。ちょっと。天使ありがとう、いいえ。知らなな、四字熟語勉強しようか。そうだね。最強の四字、いや、最強の四文字、小がや子。あー、それさ、うちらかな、なんか作ってたよね。15歳の高校1年生で、秋太郎そうなのね。え、高校1年生に秋太郎ってなんかちょっとおとぎ話にできそうな古い名前でごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと、他に考え直してってなったら全然教えてください。美目修礼とはどういう意味が。四面楚歌。チンジャオロース、やめてください。勘弁してくれい。のむさん。ええ、ちょっと、まあ、麻婆豆腐、ちょっと、ずれてきてるって。美目修礼ってなんか、お化けと幽霊みたいな。美目修礼。意味。あー、間違った。マップで検索しちゃった。何してんだ。意味。どれだ。顔立ちも体型も整ってて美しいこと。え、もうななみんぴったりじゃん。ななみんぴったりじゃん。び、なに？あとなんだ？そういうのななみんぴったりよね。あとな、え、これさ、ようにさ、姿って書いてさ、なんて読むのこれ。姿。容姿端麗？容姿端麗かな？容姿端麗？そう。使い方、顔や姿が整い、美しい様。容姿端麗ちゃんでよくない？これ
ぴったりじゃん。ちょっとメモしとこう。待って、本気すぎる。ごめん。よしさんでハートハートってやっといた。ユニコーンの名前。ではでは、スクショタイムに行きたいと思います。よしさんで確かにぴったりね。ななみぴったりでしょ。シサダクマさんとヨースタンレイティアン。ねえ、スクショタイム欲しい人。ちょっと。いきますよ。スクショタイムに行きたいと思います。なんか持ちたいけどないかな。もういっか。よいしょ。あ、ついてる元。なんかシナモンみたいって言われた。似てる？こんな感じでスクショタイムが終わりました。ナナミンが好きすぎます。なんかね、だんだんラサイコーナーもすごいことになってきた。だいぶレベルアップして、あれからちょっと待ってね。これでいいかな。死んじゃった今。こんな感じ。見て、なんかね、ここら辺に写真、ポスターじゃない、なんだっけ、ファイルの上にカードとか貼ったりとか、あとなんかプリクラ、動物園で撮ったプリクラとか、ティアンと撮ったプリクラとか、リオと撮ったやつとか、ナナミと撮ったやつとか、ここに貼りました。こんな感じです。現在のそちらです。だんだんおた部屋になってきました。そういうのって何の貼ってるの？マスキングテープをくるりんぱして、壁も傷つかないし、カードにも被害がないから、マスキングテープ結構いいよ。女の子は必見ですよ。なんだっけ？ヨースタンレイ。オタクだね、もうね。自分アイドルやってるけど、ラストアイドルオタクですよ、私も。もう普通に。オタクです、私も。オレンジさん、初見です、こんにちは。次の配信いつですか？まだ決まってない、ごめんね。ありがとう。マステってそんな粘着力あるのね。割とね、あるみたいだね。今のところ長持ちしてる、結構。そうね、いっぱいラストアイドルになってきたよ。さあ、30分だ。あら、ほんとだ。じゃあ今日の配信はここで終わりたいと思います。ひょっこりはん、はい、終わりたいと思います。また来てね。待ってるよ、レイヤーはいつでも。初見の人、ごめんぐらいかな。また来てください。ぜひぜひ。お願いします。